はい、こんにちは、ショートです。ポケットマスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、頑張ってね、ヤドランをエースパン受け使えないかと思ってたら、なんかうまく周りの受けの駒とちょっと兼ね合いが悪すぎて、順位が4桁停滞してるんで、アホ面ポケモンはね、ちょっとリストラしてきました。ヤドランすごい好きなんですけど、見た目は。ちょっとうまく使えそうにありませんでしたね。なんか結局なんか、ドヒドハピー、ゴリランダとヒトハピーみたいなこういう並びに帰ってきちゃいました。ロズレイドいるんでゴリランダちょっと出しにくいっすね。そうなるとただどのパーティー見てもエースバーンの通りがよく見えるんだよな。エースバーンドヒドイでハピナスいるかな。ロズレイドを考えるとちょっと微妙？ヌオウの方がいいかな？それだったら。でもロズレイドだるいよな。ヌオウ投げると。ドヒドイでは確定か。エースバーンから入って、ドヒドイで裏に置いて、ラスト。ドラパルトが肩次第ではうざいか。ミミッキュー、結局対面気味になっちゃったね。これでいきますか。ロズレイド出てこないんだったら、ゴリランダ結構投げたかったけど。で、結局エースバーンがきついことに変わりはないから、ダイマックスをうまく枯らして、ミミックで冷たいっすね。っていう。まあ、課金さえ打たれなければ、ダイマックスターンを一旦ミミックでしのげると思えば悪くはないんだけど、こうギャラドス出しうざいよな。火炎ボールにしとっか。普通だったらダイジェット切りたいんだけど。一回見てくる感じね。はいはいはい。まあ、それは賢いね。火炎ボール連打だな、こっちは。まあ多分ギャラドスを HB で使ってるんでしょ？そうだよね。はい、ギャラドスとか、こういうギャラドスとかウィンディに勝てるエースバーンを作る人が出てくるんだろうな。手っ取り早いのはビルドを覚えさせることだけど。まあ、電磁波がうざかったりするか。ひどい出で。ギャラドスは出せる回数限られてるから、ギャラドスを削って、エースバーン裏から通すみたいなノリが普通に強いと思うけど。ああ、こつってくんのうまいな。これなかなかやりよるね。守るがあるってことはおそらくヘドロ持ってて身代わりもあって、あと宿り木なのかな。だるいな、そのロズレイドは。まあ、ここかな、エースワン投げるとしたら。まあ、ラムあるから、一回はこういうのに。ああ、宿り木なのか。ここ守ってくるよな。ただ、ダイマックス巨大化、いやー、耐えるでしょ。多分、守ってくると思うから、一回火炎ボール打って、そうだよね。次のギャラドス引きを、するみたいなノリかな。まあ、ここ相手絶対10チャックギャラドス引きだから、ドヒドイで、でまあドヒドイで釣りに行っても全然美味しくないんだけど、しょうがないよな。でここほんと釣るんだったらここを釣りたいんだよね。このロズレードに引き際をエースバーンで釣りに行きたいんだけど、ミミッキュなのかな。まあ、ここ釣りに行くしかないか。ああ、オッケーオッケーオッケー。2回積んなきゃ有利対面にね、ならないっていうのはちょっと、しょぼいね。
ギャラドスしか向いてるポケモンじゃない、向いてるポケモンだから毒ビシが入んないし、結構それはだるくて、まあ一回火炎ボールかな、即引き、次を釣ってくるかどうか、まあ、じゃんけんマスターになって一生釣れるんだったらそれで勝てるんだけど、残念ながらじゃんけんマスターじゃないんでね。でかいの引いた。ラム回復味じゃないって分かったのはでかいぞ。ここドヒドイで一回引いていいや。相手ここ2回釣れるかな連続で、まあ、相手の引きを読むんだったらこっちはこう釣ってくる読みで火炎ボールで突っ込むとかもあるんだけど、ラムだとちょっと話変わってくるな。うわー、火炎ボール押せばよかった。じゃんけんマスターなれねえよマジで、難しすぎる。まあ相手はこうヤドリギ安定だよね一回。こいつ焼くんだったら話激早なんだけど、焼かない？やがない。ヘドロだよな。で、ここ身代わりのターンだから、ここにエースマン着地させに行って。エースマンちょっと耐久あって、こういう少し投げれるのもいいとこだよな。ヤドリギ連打か。賢いな。ミミッキュであの HP のギャラドスだったら切り返し効くから、ここダイマックスで突っ込んでいいんじゃないかな。ラスト1体をよく考えておくべきなんだけど、ドラパルトは勝てる。エースバーン怪しいな、エースバーンだいぶ怪しいな。でも行くしかないか、ここ下級で守りたいターンだと思うんだよね、おそらく。火球ナックルジェット、ジェットジェットの方が入るか、ギャラドスには。それを考えると一回ここはジェットをすべきだと思うんだけど、守るをそうしてくる読みで火球で一発バッコリいっときたいなっていう。これで吹っ飛ばさない？あー、こんなもんか。回復されちゃうのがちょっとだるいな。今まで打ってたのでも巨大、あ、火炎ボールだからね、ギャラドスに打ってたのは。ここでギャラドスを後出ししてエースマンどうこうできるかっていうと怪しい気がするんだけど、まあ威嚇が入るしヤドリギもあるとはいえ、とはいえだと思うんだけどな。ここはしっかりジェットを打っていて、ああこんぐらい入るよね、そうだよね。ギャラドスこんだけ削れば、まあここ大ボールなのかな、まあ、ジェットジェットで、ああ取らせてくれるんだ、オッケーオッケーオッケー。ここでまあ3体目が出てくると思うんだよね。ジャラランゴが、これならドヒドイで捨ててミミッキュで、ミミッキュエースワンって詰めに行くか。ドヒドイで捨てていきましょうか。あっと、やばいやつかこれ。これやばいやつかもしんないな。まあ、ネッ
闘で身代わり割るしかないね、とりあえず。ソウルビートを。それ結構やばいやつじゃん。え、全能力1段階上がるやつなのそれ。あーでも削れるんだ。これだったらドラパルトが構築に欲しかったね。急所は偉い。急所はガチ偉い。次の熱湯で割れんじゃね。腹太鼓みたいなノリか。自分を削りながら能力上げる。これ初めて見たんだけど。8世代入って。感知いい。一発は耐えると思うよ。こっちがトーチ顔してたらお前、どうしてたんだ？これで割れてほしい。身代わり。ふっ。割れない。タイミング見てトーチ顔していくしかないかな。次ね、次のトーチ顔読まれそうだな。かといって相手スルワズないかな。トーチカで感知見てからトーチカ押すって弱いけど、まあ引っかかってくれるっしょ。オッケーやったー。でダイマックス切るんだったら身代わり死ぬからミミッキで切り返せると思うんだよね。じゃあれでさすがに B1 段かかっても飛ぶと思うけど、まあ S 番の不意打ちもあるし、その圏内でも OK なわけだから、うん。としたら再生でいいや。ダイマックス来い来い。ダイマックス来い。来い。相手迷ってるね。ドンチー。まあまあまあ。そったらいつかはね、身代わり割れるわけだから。ドンチの回復量も多分しょぼいと思うんだよね。で、A 上げるにはソウルビート打ちたいはずだけど、毒ってるおかげで、相手どんどん削れていくから、ソウルビート押すと一気に、多分命が落ちると思う。トーチカでいいのか。だったら。ターン数稼げばいいわけだから。あー、引いてきた。オッケーかな。これなら TOD で勝ちだな。まあ、それはそれでいいや。やべ、なんか、ヤドリギ刺してから、ジャラランガに引くみたいな、こしゃくなことされたな。ここまでも身代わりかなんかだから、ここミミッキュ出していいんじゃない？相手それで潰れてくれると思うんだけど。ミミッキュ持ってきてよかった。結局こっちはエースバーンを死なずに残して、ザラランガを取ればいいわけだから、話としてはそんなに難しい話じゃないんだよね。ミミッキュ引いて、あ、相手ここダイマックスなんだ。ソウルビート身代わり、ドンチ、感知でしょ。だからまあ、そんなに、恐れるほどのことじゃないと思ってるんだけど、感知かな、打ってくるの。ダイサンダーでしょ。はいはいはい。ちなみに、ジャラランガの素早さも忘れたわ。8世代になって初めて見たかもしんない。ジャラランガの素早さちょっと今調べてるんだけど、ミミッキュより遅いんだったら、遅いな、ミミッキュより。ジャレに行っていいかな。ジャレてえな、ここ。じゃれていいか。OK、当てる、偉い。ぶっ飛ばしたよ、この怪物ドラゴン。
弱いわけがないのだ。じゃあランガもな、ミミッキュに弱い。ミミッキュさえいなかったら結構強いポケモンだっただろうね、7世代とかでも。結局ミミッキュにブレイジングソウルビードすかされるみたいのが宇宙意識使ったはずだけど、ここからシャドクロ連打で勝ちですね。今日も対戦時間長かったんで1試合で終わると思います。オッケー。序盤のね、じゃんけんバトルにちょっと勝てたのが良かったんじゃないですかね。GG。